W1 ララバイは、広い鉄夫による日本の漫画作品。ミスターバイク1982年8月号に、掲載されたバイク漫画である。主人公の池上隆一が、親父の愛車である、川崎 W1SA に乗り、同じ大型バイクに乗った70歳の老人ライダーと、知り合い、交流する様を、等身大で描いた作品。作品後半で息子に会いに九州まで、W1SA で、 ツーリングに行く、老人ライダーに、主人公がペイント作業をしていた壁に、後悔の安全を祈るを意味する UW と書く。川崎 W1SA 主人公の乗る川崎 W1SA は、コンチハンドル、CB72 ウィンカー、ルーカステールランプ、バーエンドミラーなどで、少しイメージチェンジさせてある。これは、同様に軽度のモディファイが施された原作者である。 ヒロイ自身の川崎 W1SA がモデルであるらしい。この W1 ララバイをミスターバイク誌に掲載されてから多くのライダーファンを獲得し、ヒロイの知名度を上げた。ストーリー自体も特に突飛したものはなく、あくまでも等身を大きな作品となっている。この作品以降、不定期ながら続編となる作品を連載する。また、 オートバイを実にリアルに描ける数少ない漫画家である。ミスターバイク1988年5月、臨時増刊、ライダーズラプソディに W1 ララバイ、60S サウンドリバイバル、ハードロックライダーが収録された。ありがとうございます。